皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。で、今日読む本はですね、こちら、はい、借金玉さんの発達障害サバイバルガイドです。まあ、私も療育を行っていますし、いろいろ先生とかのですね、クライアントさんもいらっしゃるので、やっぱりいろんな相談を受けます。で、いろいろ学んでいるんですけども、やっぱりこの当事者の方の情報っていうのが正直一番ためになるなっていうふうに思ってます。やっぱり困りごとっていうのは人それぞれあるし、やっぱりいろんな知識とか情報っていうのはあるんですけど、やっぱり本人の方の声っていうのはとても大切にしていきたいなっていうふうに思ってますので、早速読んでいきましょう。意外と熱いですよね。はい、です。では30分でスタートです。はい、面白かったです。いや、ちょっと読み込んでしまいましたね。はい、いいな。やっぱりそう、当事者の方のはいいですよね。うん、で、特にその、なんていうのかな、変な理想論とか、キラキラした、ふわふわした感じじゃないので、とてもすごい良かったです。はい、ではですね、2分間の紹介に移ります。はい、今日ご紹介するのは、借金玉さんの発達障害サバイバルガイドです。この本を一言で表すとですね、自分に合ったうまくやるを見つける本です。はい、この中にも書いてあるんですけど もう発達障害治すとかっていうよりも、どうやってうまくやっていくかで、特にですね、設備投資が大事だよっていうことを言われてまして、要は自分自身を変えて成長していく、させていくっていうこと、まあ、そういう部分ももちろんあるんですけど、それよりはいろんな環境を整えていきましょうと。例えばその洗濯機を買おうとか、そういうのもそうですし、そのアップルウォッチが大事だよねとかっていうのもそう。要は自分が自分として頑張るんではなくて、その頑張る、求める結果、求める行動を取れるような結果が得られるような環境をいろいろと整備していくのが大事だよねっていうところが書かれてまして、すごい読みやすいですし、実際にリアルなところがあるので、言葉とかがすごいいいですよね。その金を稼ぐよりも貧乏でやっていく技術が大事だとか、それは全くその通りで、それはもう本当に発達障害だからというよりは、もう人が生きていく上で大切なことがたくさんあるので、もちろんその発達障害以外の方にもこれは一読していただきたいなっていうふうに思います。で、他にも、重要なのは信用とか、おしゃれは茶の湯、手を出すなとかもすごい惹かれるわけですよね。どうしてもやっぱりその普通、一般的に行われていることに溶け込みたいって思うんだけども、けどやっぱりそれが自分の特性に合ってなかったりとか、別にそこまでやんなくてもいいのになとか思ってる人にとっては、この本を読むとですね、それこそその自分に合ったうまくやるっていうのが見つかっていくかなっていうふうに思います。で、その中で特にいいなって思ったのが2つありまして、サボりたい気持ちを手洗いで溶かすというのと、あと手に入れるべきは受け身を取る技術だというところですね。もうこれどちらもすごいいいなっていうふうに思ったわけなんですけど、サボりたい気持ちを手洗いで溶かすっていうのは、要は気持ちの切り替えをどうしますかっていうことをですね、ちょっと続けます。要は自分の中で頭で、はい、じゃあ次、はい、次っていうふうにできないんであれば、実際に行動することによってその気持ちをリフレッシュして、でリセットして切り替えて次の行動に行きましょうというところで、それは私にとっては、例えば休憩をするとか、トイレに行くとか、コーヒーを入れるとかだったわけですが、その手を洗うっていうのをそのトリガーにしてるっていうのはすごい面白いなと思ったので、それはぜひ私もやってみたいなっていうふうに思いましたし、あとこの受け身を取る技術っていうのも全くその通りで、うまくいくことがやっぱ基本ないんですよね。なので、うまくいかないことを前提として、どうやってその立ち直っていくか、いわゆるそのレジリエンスって言われてる言葉とも同じなんですけども、やっぱりですね、その誰かに依存してしまう発達障害の方ですと、どうしてもサポートしてくれたりとか、親御さんに対してだったりとか、やっぱりいろいろその依存しやすいところがあると思っていますので、そうするとやっぱりね、誰かのせいにしてしまう。で、ただそうするとその受け身を取るっていうことはできないわけですよ。受け身を取るのは自分自身なので、だからこそそうやって受け身を取るためにいろんなことを学んで、その抜けるところは抜いて、でお金をかけて設備投資するところは設備投資して、うまくやっていこうねっていうところ、それこそこのサバイバルガイドとしての本髄というか真髄というか、
なのでやっぱどう生きていくかっていうところが書かれているので、このタイトル通りだなっていうのをすごい思いました。でもちろんですね、当事者の方、本人さんの方にも読んでいただきたいのもあるんですけど、やっぱり親御さんであったりとか、その支援者の方とか、あとまあ学校とかの先生ですよね、そういう発達障害のある子ある方と関わる人はやっぱこれは読んでいただきたい、すごいいい本でした。いわゆる学校とか勉強の本、発達障害とは何ぞやみたいな医療的なアプローチの知識も大事なんですけど、けどそれがじゃあ実際にどういうふうに行われているのか、どうことどこをどうつなげていけばいいのかっていうのでいくと、やっぱこの本っていうのはすごい参考になると思いますので、その職場であったりとか環境を整えるのに使っていただきたいな。ただ多分、知的には高い方なんですよね。発達障害を持たれてるけど、その知的には高い方なので、知的と発達とか併用というか、その一緒にある方とかですと、もちろんそんなの無理だよと、ハイスペック発達だよねみたいなところはあると思います。でもやっぱりまず読んでいただいて、あ、こういう選択肢、こういうところが大切なんだなとか、いいとこ取りをしていくためにも、ぜひやっぱ知らないことはわからないし、選択肢に上がっていかないので、まず目通していただければいいかなと思いますし、おすすめの一冊です。はい、今回の動画はこれで終わりします。あ、一つだけ本紹介って言いながらですね、実はあんまり本の内容をここで話して、そのこの動画を見たから本を読んだ気持ちになるっていう動画には作ってはいません。あ、はい、本当はそういうのもありかなと思うんですけど、できればこの動画を読んで、あ、この本面白そうだから読んでみたいなっていうふうに、その本を買っていただきたい、そのためのまあある種の宣伝、まあ、お金とか何ももらってないんですけどね、著者の方にちゃんと還元されればいいなっていうふうに思っておりますので、ぜひ読んでいただければと思います。はい、ではですね、今回の動画はこれで終わりします。動画の高評価、いいねボタン押していただくと中島励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。